めちゃめちゃいいです。はい、どうもこんにちは、もともと TV のもとでいいです。ということで2020特別企画シャーペンたちを振り返っていこうのコーナーなんですけども、まあここに飾ってるものはね、この企画を通してはだいたい紹介していったんですけども、今回はここ以外のねもので、すごくおすすめのものがあるので紹介します。こちらステッドラーから出てます92515でございます。こちら単体でのね紹介は動画でしたことなかったので、改めてね今回紹介していこうと思います。もう最初に言ってしまうんですけども、ステッドラーシリーズってね結構いろいろあるんですけども、92515かなりおすすめです。ということでちょっとアングルを変えて詳細の方から発表していきます。さあ、ということで早速やっていきます。ステッドラー92515、早速詳細の方をバンバン発表していきましょう。ステトラ92515、本体価格は500円プラス税。神経がですね4種類ありまして、 0.3、0.5、0.7、0.9mm、 重量が 9.2g と結構軽めのシャーペンとなっております。ステトラのやはり代表シリーズといえばこの92525なんですけども、これとのね比較動画もあるので、そちらは概要欄の方に載せておきます。気になる方はこれ見終わった後にチェックしてみてください。まずボディがですね、こちら500円とは思えないぐらいの非常にいい質感のねマットブラックでできています。僕は非常にマットブラックが好きなんですけど、非常にシンプルなデザインなんですけども、マットブラックの加工によって少し高級感が出て、1000円クラスのシャーペンに見えなくもないですよね。軸はですね ABS の樹脂でできてまして、非常に軽く、そして丈夫頑丈でございます。ノック部分から見ていきましょう。ノック部分がね結構他のシャーペンとは違って、こんな感じでねデザインがちょっと面白いですよね。ノック感としてはですね非常に軽いです。まあ僕はですねがっちりとしたちょっと重めのノック感の方が好きなんですけども、このシャーペン自体非常に軽いので、まあノック感も軽めで、もう全体を通してねこのシャーペンは使ってる時に全然力を入れなくても大丈夫なシャーペンとなっております。クリップがついているんですけども、これは取り外すことはできないですね。で、ここにステッドラーのロゴ92515の 0.5、ここにはコード表示窓がついています。そしてこちらはちょっとだけ長めのグリップなんですけども、このグリップがいい滑り止め加工となってくれています。ただ、まあ、やはりこのステッドラーおなじみのこのローレット加工のグリップに比べると若干手汗とかが出てきた時に滑ってしまうという点はあります。で、こちらステトラおなじみの口金なんですけども、こちらは製図用の 4mm ガイドパイプで先端が見やすいようになっています。はい、こんな感じで書いてみました。重量がね 9.2g なんで本当にめちゃめちゃ軽いです。なのでね、長時間使ってても全然疲れないシャーペンとなっております。本当にね、もう500円とは思えないほどコスパも良くてデザインもかっこよくて、ステッドラーのシリーズの中でもかなりおすすめのものとなります。はい、ということで今回ですねステトラ92515について紹介しました。元デイのおすすめ度、おすすめポイントはですね星10個中9個でございます。かなりおすすめ度は高いですね。まあこれがね価格が1000円とかだったら全然おすすめ度ももうちょい低くなったかなと思うんですけども、ステッドラーのねシャーペンがこの500円で手に入るというのはすごくいいかなと思います。昔ねステッドラーの925っていう500円の価格帯のものがあったんですけど、まあ、それは廃盤になってしまったんですけども、それよりもね僕は全然92515の方がデザインもかっこよくて、シャーペンとしての機能もねなかなかいいので、本当に書き味もいいし500円でコスパいいかなと思います。こんな感じの文房具動画また見たいよという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではね、また次回のもともと TV でお会いしましょう。